ちょっと岡山の夜の、夜の街、エロい街ですね。ちょっとシリーズちょっと大人な感じで行こうかなと思います。この辺は平和町で、どちらかというと賑やかなところ、ちょっとゆっくり飲むようなところがあったり、落ち着いた場所であったりするんですけど、点々とあのマッサージがあったりします。でもちょっとこの時間になるとウインカー出さなかったりとか、急にね車来たり危ない時間帯ではあるんですけど、この辺はエロい街かなと思います。マッサージ。
感じですよね。先ほどのね、あの赤色のとこなんですけど、若い女性の人が立ってました。なんかあるのかもしれないです。客というかちょっと気になる場所かなと思います。でもやっぱ結構ね、この時間帯になると客引きが結構多いかなって思います。ここはね、あの田町と中央町のちょうど境目です。
いつも3000円。うん、3000円、35。今日も来マッサージだけ？コースいろいろあるの？それは私はけるよ。もしマッサージなしでサービスだけもできる一番安いのもできる。あ、でも2000円だったらこんな感じ。2000円ついし。もうお金ないっていう感じ。2000円やったそこ。1000円だね。本当1000円もっと道が2000円一番安いよ。あんまお金なくて、スペシャルコースみたいなのあるのね。それが一番安いコース。今日見たから、私も一番安い。スペシャルコース。そうスペシャルコースってどんな感じ？あ、そっか。いつもでも高いんですよ。そうそうそう。今日本当島だから。1000円くらいですね。また。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。